皆さんこんにちは、野菜ソムリエのパルです。今日も元気にいきましょう。 5% の手間でおうちご飯の満足度を 20% アップを目標に動画を撮っています。今日のテーマはアボカドトーストです。アボカドって結構皆さん好きですよね。以前ね、私の動画でアボカドの切り方をご紹介したんですけども、昔の動画なのでちょっとクオリティは良くないんですけど、よく見られているなと思いました。で、切り方でそんだけ見ていただけるということは、やっぱその先の食べ方も興味があるのかなと思いまして、今回は簡単に食べられるアボカドのアボカドトーストをご紹介していきたいと思います。で、もちろんアボカドの切り方のところから今日は詳しく説明していきますので、ぜひ最後まで見ていっていただけたら嬉しいです。で、今日の流れなんですけども、まずアボカドの見分け方、それから切り方、そしてアボカドディップの作り方、そして最後にアボカドトーストの作り方と流れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速やっていきたいと思います。アボカドの見分け方からご紹介したいと思います。これはもう食べ頃のアボカドです。お店に行くとこのように黒いアボカドがあったり、緑っぽいアボカドがあったりするんですけれども、ちょうど今食べ頃、ディップにしたいなっていう時にはこれくらい黒くなったアボカドを選んでいただくとよろしいです。で、結構ね、見極めが難しいかなと思うんですけども、緑色がなく茶色になったもの、それからここのヘタの部分の周りを押さえてペコペコへこむものは、もう完熟しすぎちゃって中にちょっと筋が出てあんまり美味しくないので、こうね、程よい弾力のあるものを選んでいただくとよろしいかと思います。全体に握ってみて、こう程よい弾力のあるもの、あんまりギュウギュウしちゃうと中身ちょっと傷んでしまいますので、優しくこうキュッと握ってあげると押し戻してくる感覚があるなっていうのが美味しいアボカドの食べ頃です。はい、で、選びアボカドですね。今回はもうこの状態のいいのが売ってたのでそのまま使うんですけれども、お店にはね、やっぱり緑色っぽいアボカドしかないっていう場合もありますので、そういった時は常温で保管しておいてください。常温に置いておくと、やや緑色ぐらいだと、2、3日で色づいてきますし、結構がっつり緑だともうちょっと待たなきゃいけないんですけれども、緑の状態でね、冷蔵庫に入れてしまうと、もうそこから追熟しなくて黒くなってきませんので、好みの追熟加減になってから冷蔵庫には入れてください。はい、では次、切り方です。アボカドは中心に大きな種が入っておりますので、包丁でぐるりと一周切れ込みを入れてひねります。で、切っていきます。で、危ないのでまな板につけて包丁は常に下を向ける感じで入れてください。で、包丁は一度も抜かずに、中心にこう種当たってるんですけれども、種に当たりながらぐるぐるぐるっと一周回ります。そうすると最初の切り口に戻ってきますので、そしたら包丁を離します。で、ここからは切れ目のところからぐるっとひねれば簡単に取れます。で、この種の取り方なんですけども、慣れた人だともう手の上でね、こうやってパンってやっちゃうんですけども、もう初心者の方だとそれやると危ないので、まな板の上に置いて、ここの包丁の角のところでグッと固定します。種を固定します。そしたらよいしょと、ひねるだけです。ひねるだけで簡単に種が取れます。今からディップにしていきます。で、皮の剥き方なんですけど、そのまま料理したいわって、そのままサラダとかで食べる場合は、スライスして、あと皮を剥いてスライスすればいいんですけど、今日はもうディップにしてしまいますので、スプーンですくって取っていきます。スプーンで、完熟だとね、本当にコロコロコロといい感じにつるっと取れてしまいますので、今日はいい感じのアボカドかな、いい完熟具合かなっていうのは、この皮から身を剥がすときに分かります。で、1個分やっちゃいますね。で、ここから玉ねぎを刻んで入れていきますね。で、なんで玉ねぎ入れるかっていうと、アボカドってすごくオイル分が多くてコクがあって美味しいんですけども、ちょっと口の中がまったりしすぎてしまいますので、玉ねぎを入れることによってさっぱりした味になって、
美味しいと思いますので、私はいつもディップにするとき生の玉ねぎを入れます。玉ねぎはアボカド1個分に対して8分の1カットくらいの大きさで使っていきます。で、まあ、芯を切り落とします。玉ねぎはなるべく細かい方がよろしいですので、まあ、なるべく細かく切っていきます。で、あとですね、新玉ねぎ使うときはそんなに気にしなくてもいいんですけれども、あのひね玉ねぎですね、年中出回ってる玉ねぎを使う場合は少し辛みが気になるわっていう方もいらっしゃると思いますので、切ってからこのように空気にさらしておくことによって辛みが少し飛びますので、辛みが気になる方はもうあらかじめアボカドの処理する前に先に切っておいて少し置いておいていただくと少し辛みが飛びます。はい、でアボカドを潰します。お家にね、アボカドマッシャーとかいうのがあれば楽なんですけど、うちにはないのですりこぎで潰します。あとはね、フォークで潰していっていただいてもいいかなと思います。まあ、この潰し具合はお好みですので、粗めが好きな方は粗めに潰していただいて、細かいのが好きな方は細かめに潰していただいて、お好きな加減でやっていただくとよろしいかなと思います。はい、できました。で、ここでね、ちょっとアボカドって結構変色しやすいので、あの色味をね重視したい方はここでちょっとレモン汁少し振っておいてもいいかなと思います。で、味付けは先ほどのご紹介しましたマジックソルトですね、今日は小さじ1/2を入れていきます。で、それから先ほどの玉ねぎも一緒に入れていきます。ゴムベラに持ち替えまして混ぜます。本当はね、このアボカドディップね、そのまま食パンにサンドして、ハムとかレタスとか卵とかと一緒にサンドするだけでめっちゃ美味しいね、アボカドサンドイッチもできるんですけど、今日はトーストにしていきたいと思います。アボカドディップができました。で、次トーストを焼いていきます。で、食パンの厚さはまあお好みの厚さでいいです。私はよく6枚切りを使っております。今回も6枚切りでやります。で、先に少し切れ込みを入れておいた方が後から食べやすいので、ちょっと半分くらいまで切れ込みを入れておきます。で、とろけるチーズを好きなだけかけます。で、アボカドのペーストは焼き上がったところに塗ろうかなと思います。というのもアボカドってちょっと加熱をすると青臭さがちょっとツーンときてしまって、私はそれが気になっちゃうので、先にトースト、チーズトーストを作ってからのアボカドを乗せてやっていきたいと思います。では、あのチーズがとろけるまでトースターで焼いていきます。はい、できました。チーズがとろけてきましたね。ではアボカドを塗っていきたいと思います。アボカドの量もね、もう好きな量でいいです。ちょうど1枚に対して2分の1くらいの量ですね。塗りました。こちらで完成です。ちょっと食べてみますね。やっぱりめちゃくちゃ美味しいですね。チーズのコクとアボカドのこのダブルのコクの合わせ技、ね、濃くなりすぎないように、玉ねぎのこのシャキシャキとしたさっぱりした後味、ハーブソルトのソルトが全体をこう一つにまとめてくれますので、もう朝ごはんからがっつりいってもいいし、ちょっと今日のお昼は軽めに行こうかなっていう時にも作ってもいいですし、小腹が空いたなって言った時にも食べれますので、簡単にね、作ることができますので、おすすめでございます。ちなみに今アボカドを1個分やったんですけど、ちょっとね、トーストには1個しか2分の1しか使わなかったので、残ったものね、ディップとして、アボカドディップとしてね、夕飯とかに使ってもらってもいいですので、で、先ほどくり抜いたアボカドの皮ありますよね。ここに戻しておくと、まあそんなにおしゃれに見えますので、夕飯が豪華な感じになってくれます。で、まあこれでカナッペとか、クラッカーとかの上に乗せて食べたりだとか、あとはね、お野菜につけて食べたりだとか、トルティーヤのチップありますね。ああいったものにつけていただいても子供もね、美味しいって食べてくれますので、そういったアレンジもできますので、ぜひお試しいただけたらなと思います。はい、ということで今日はアボカドの切り方からアボカドのディップ、それからアボカドトースト
の作り方までご紹介させていただきました。コツさえ押さえればアボカドって簡単に食べることができますので、ぜひお試しいただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからも野菜果物の豆知識を投稿していきますので、おうちご飯を少し充実したいなという方はぜひチャンネル登録していただいて、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。